台風6号は九州に最接近しています。鹿児島の種子島・屋久島地方では、線状降水帯が発生していて、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。鹿児島県は現在、暴風域にあり、九州・沖縄全ての県で避難指示が出ています。交通機関にも影響が出ていて、鹿児島空港は今日う、全ての便が欠航となっています。 また、九州新幹線は始発から熊本・鹿児島中央間で運転を見合わせています。山陽新幹線も今夜9時以降、広島博多間で計画運休を実施します。台風は九州に最接近していて、九州では明日午前中にかけて局地的豪雨をもたらす線状降水帯が発生する恐れがあり、 気象庁は土砂災害や暴風などへの厳重な警戒を呼びかけています。